はいどうも、今回は東京都新宿区高田馬場早稲田通り沿いにある定食屋さんなんですけれども、実は自分は10年以上前にこの高田馬場に住んでいた時期があるんですが、その当時よく通っていたお店です。行きましょう。
はい、というわけでいただいてきました一膳さんの夏味噌、そして親子丼でした。この2つのメニューは自分が住んでいた当時によく食べていた2品で、もう特に夏味噌はねほぼ毎回頼んでました。で、親子丼に関しては、まあ、ちょっと余裕があるときは親子丼もね、両方ともいただいてたんですが、まず食丼の時にちょっと見た目、特に親子丼ですね、あ、こんなこう色薄かったかなと思ったんですけども、やっぱりすごいもんで、食べると味がね、あの味だっていうふうにね、瞬間的にこう、なんですかね、タイムトリップというか、こう、戻るというかね、一気に思い出しました。懐かしかったですね。お米の方に出汁、汁が染みていて、染みているんですけど、ちょっとならずに、これいい感じなんですね。しかも結構薄味ですが、肉の味も生きてて、美味しい親子丼でした。まあ、素朴な感じですね。そして、ナス味噌は、相変わらずこう味がね、結構濃いめなんですよ。でね、濃いめの味噌味で、あとはこうナスのしっかりね、ナスの風味が、まあこれは季節にもよると思いますけども美味しくて、このナス味噌もまあその当時のままだなぁと思いながらいただきました。うん、はい、なんか本当にこう10年ももう10年は余裕でもう超え過ぎてるんですけども、久々にねこの一膳さんもらえてよかったですし、少しご主人とお話しするとちょうど一膳さんのすぐ横に、熊ぼっこさんという定食屋さんあって、そこもよくねこの2つの店をね行ったり来たりしてたんですね。定食屋さんの中ではで、そちらはもう数年前に亡くなったということで、まあこの早稲田通り沿い競争も激しいですし、時間も経っているので、自分がねいた頃のお店あんまりなかったりしますので、そういう意味では今回この一膳さん伺えて非常に嬉しかったです。はい、というわけでこの高田馬場には最近ちょくちょくまた来れるようになってますので、皆さんのおすすめのお店なんかありましたら教えていただけたら、こちらも行ってみたいなと思います。はい、というわけでした。ここまでご視聴ありがとうございました。